走はしたくないホームの新潟、そして昇格へ、そして J2 の優勝へ勝ち点を上積みしていきたい首位の磐田。今前半スタート、まずは磐田がボールをコントロールします。大津、中央にはルキアンがいる、かばした大津、こぼれている、拾って大津から下げたボール、ミドルシュート、わずかに左です。山本浩介のミドルシュートでした。おっと、画面に当たったが奪った新潟、小見、鈴木浩二倒れた、ここは笛です。フリーキック、磐田のファール、イエローカードで出ます。助走の距離を取っているのは高見です。高見が狙っていく、落としきることはできませんでした。さあ後半です。さあ新潟がまず自陣でボールを持ちます。この時にね、内側から斜めに走っていく選手が欲しいなというところでしたね。新潟はフリック、鈴木からシュート、込み枠には行っていました。遠藤のキック、低いボール跳ね返って、遠藤、山本浩介、スペースで遠藤、中を見て浮き球、ルキアン、磐田先制、64分、首位の磐田が64分に先手を取っています。まずここはセットフリーキック引っかかったんですけど、この大きなワンツーですよね。でこのクロスがもうなんて言ったらいいんでしょう、100点ですね。ルキアンのヘディングももちろん競りながら、相手を背負いながらも見事ですけど、このスピード、強さ、角度、高さ、もうこれ以上のボールはないっていうボールが来ましたね。狭いところ、磐田がつなごうとします。ルキアンへ前を向く、ね、もつれてファール、新潟のファール、イエローカードが出ました。マイケルワンタッチパス、高木のシュート、キーパー正面です。ここでタイムアップ、0対1、磐田勝って連勝、そして首位キープです。連続無敗を14伸ばしています。